さて、今日もグローバルの、ね、海外の Web3 のニュースを噛み砕いてみんなとね咀嚼をしていこうかなと思うんですけど、まあ、先週あったニュースをちょっとまるっとねちょっとレビューしていこうかなと思います。で、今日はまあビットコイン、まあ、特にテザー関係のまあビットコインのニュースと、あとはあれかな、ワールドコインの話と、そして最後に次のブルーマーケットで個人的に気になっているレイヤー2の新しいチェーンが今週かなローンチするんですよ。そのね話を見ていきたいなと思います。ちゃんとデータも見ながら、なんでそのこれが気になってるんだろうみたいなところもね紹介できたらと思うんで、いきますか。ということで、まずは、まあ、ビットコイン系ちょっとさらっといきますけど、まあ、テザーに関する、まあ、ビットコインのニュースですね。で、テザーが今最大でもう11番目に大きいビットコインのホルダーになったっていうことを言ってますね。で、 1.6 ビリオン US ドル分のビットコイン持ってるんだって。すごくない？で、これがね今後めちゃくちゃ上がるかもしれない。もっともっと、今11番目だけど、もっともっとねこう上位にね食い込んでくるかもしれないみたいなことが言われてるんですよね。っていう意味で言うと、まずテザーってクソ儲かってるんですよでね、あ、そう、一個ね、いいニュースで言うとね、まあ、あのアメリカで訴訟が起きてたんですけど、まあ、テザーがまあそれで勝ちましたっていうのが出てますね。あの本当に USDT ってバックされてんの、担保されてんのみたいなことを疑われてたわけですけど、まあ、それでまあ勝訴しましたよみたいなことが言われてると。で、そのニュースの中でも書かれてるんですけど、めっちゃ儲かってて、Q2 で言うとね、1ビリオン儲かってるんだって。まあ、オペレーショナルプロフィットでね、営業利益で。で、今後、最終的な利益の 15% を、ビットコインにもう注いでいくってことを言ってるんですよ。つまりもうずっと買っていくと。だから3ヶ月に1回、もう数百億みたいなさ金額が動くわけじゃないですか。すごいことだよね。なんでこのペースで買ってたらきっとそのうちねすぐにもうトップクラスに行くだろうと。多分今だとビットコイン一番持ってる会社ってマイクロストラテジーなのかな。確か 4.4 ビリオン US ドル分のビットコイン持ってたそうなんですけど、まあそんな感じですね。はい。なんでこれからすごい開発がね、テザーが成長するに伴い来ると思うんで、ちょっとどうなってくるかっていう楽しみですね。この後続いてもっとねいろんな会社が入ってきてくるといいんですけどね。どうなんだろうね。ということで、まあさらっとでしたけど、そんな話。もう一個ワールドコインの話で、これがもう賛否両論すごいんですよ。で、この話をちょっと簡単に紹介すると、まあニュースでも日本でなってますけどね、なんかすごい日本でも行列ができて、もう目をスキャンすると、なんか50ドル分のトークンがもらえるみたいなので、すごいバズったと。で、 WebX でもなんか来ててすごい並んでたみたいですけどね。で、これが本当何大丈夫なのみたいなところが実は叫ばれていて、で、例えばケニアなんかでもワールドコインのクリプトプロジェクト、まあサスペンド止めたってことかな。で、それはもう安全の問題がちょっと気になるからということみたいなんですけど、まあ、そのデータの扱いだったりとか、どうしてるのとか、じゃあそれ集めたものをどこにどう流してるのかとか、まあ、いろんな意味ですごいこう疑われてるみたいですね。で、ただすごいやっぱ人気みたいで、ローカルメディアが言ってるのは1000万10、35万人のケニアの人がサインアップしたということで、やっぱすごいバズってるみたいですね。アフリカとかでも。だってさ、アフリカでさスキャンするだけで50ドルもらえるんだったら、もうみんな行くよね、それね。なんで逆に言うと、だからそういう意味ではまあだからアフリカとかではすごい人気なんだろうけど、だからこそ中、まあ、政府もねちょっと放置してらんないっていう感じなのかもしれないですね。で、一方で、まあ、フランスとかドイツとかでもね、ちょっと本当にこのワールドコイン大丈夫なのかということで、いろいろね調べていると、調査しているということみたいですね。まあ、では簡単に言うと、データの扱いとか大丈夫なのかみたいな話とかね、まあそういったところがまあメインに気になるポイントとしてはあるみたいです。まあそれだけじゃなくて、まあイギリスとかでもね同じような動きがあるんで、今後このワールドコインどうなっていくのかっていうのが気になりますけどね。はい。で、まあビタリック・ビューテリンさんとかもこれ大丈夫なんかねみたいなところのちょっと疑いというかねがあるみたいで、まあ簡単に言うと、例えばその目をスキャンすることによって性別だったりとか、あとはなんか人種だったりとか、まあなんかメディカルコンディションっていうのも分かっちゃうから、それって大丈夫なのっていうのも疑問として上がってるみたいで、
あと今後世界中の人をこうスキャンするにもデバイス足りなすぎるし、めちゃくちゃ時間かかるし、なんか10年ぐらいかかるんじゃないのみたいなことを、言っていたりするので、本当にこれがマスアダプションするのってめっちゃ大変なんじゃないかみたいな話とか、あとは、まあ、地方集権化の問題で、特になんかハードウェアにバックドアがなんか作られてデータ抜かれてたらどうするのみたいな話とかもビタリックさん的には気になるみたいですね。でもしくはなんか AI で作られた写真とか 3D プリントでなんかこうフェイクの人間が作られたりとか、まあ、あとはなんかその自分の ID をその誰かに売るみたいな、みたいなこともまあできるかもしれないですよね。だからそういう問題ってどういうふうに解決するんですかみたいな、あの問題っていうのも、まあ、問題の提起がされてるってことはね、だから今後どうなるかっていうのはちょっと気になるね。で結構やっぱ人によってはね、なんで自分の生体データ渡さなきゃいけないんだみたいなことをセンシブ考える人もいれば、別にそんな気にしなくて全然もうお金くれるんだったら全然いいよっていう人もいるじゃん。なんでどう転ぶんですかねこれはね。みんなのちょっと意見お聞かせください。ちなみにね、そういう意味で言うと今週、あ、そう、最近っていうか先週からクリプトカクテルズジャパンっていうのを始めて、あのツイッタースペース毎週やることになったんですよ。でまあいろんなトピックについていろいろ語るんですけど、毎週で先週、まあモーシンさんとかカントさんとかマーフィーさんとかアポロンさんとかと、まあ共同ホストでやってるんですけど、でまあ今週の金曜日かなに一応またやるんですけど、もしかしたらその時のトピックになるかもしれないので、まあ、興味がある人はね、まだ遊びに来てください。まあ別にこのワールドコインのことを喋んなくても、他にも面白いこと喋ると思うんで、ぜひね、興味があれば、遊びに来てください。ということで、まあちょっと気になるニュースもう一個あるのが、あれだね、イーロン・マスクが、X、ツイッター、元ツイッターで、まあ、トークンは出さないよってことを言ったと。っていうことを言ってしまったので、あ、じゃあトークン出さないんだ、じゃあ何を使うんだろうということで、まあ、同時なのかなとかね、まあ、みんな投機好きの人たちは、まあ、それでちょっとね盛り上がって、またね道場買うぞみたいな話になっていたわけですけど、まあ、今後どうなるか分かんないのでね、気をつけてくださいな。はい、まあ可能性として道場が使われる可能性もあるとは思うけどね、ただどうなるか分かんないので、あんまりこう不確定な情報にあんま乗って投資すると痛い目に遭うと思うんで、みんな気をつけてくださいということかな。だって全然話変わるんだけど、イーロン・マスクとザッカーバーグ、マーク・ザッカーバーグが、なんつうの、K1 みたいなファイトするっていうのがあるんですよ。でね、この間出てたのが、それを、ツイッター上でストリームするよみたいなことが、言われ、あのね、イーロンのアカウントから言われてるんですよね。なんで、これはこれで、クリプト関係ないけど、普通に楽しみなんで、はい、またちょっとアップデートしていきたいと思います。はい、で最後ちょっとね、個人的に気になっているさっきの L2 っていうのが、ベースコインベースのベーストークン、ベーストークンじゃない、ベースチェーンっていうところはね、これなんですけど、でこれがちょっと実はもしかしたら結構面白い、なんだろうな、チャンスがいろいろ出てくるんじゃないかなと思ったんですよ。っていう意味で言うと、まず何の話かっていうと、そのね、レイヤー2って、まず全体のもっと広い話から言うと、レイヤー2ってこんな感じで、もうトータルバリューロックとめちゃくちゃ上がってるんですよね。で、まあ、オプティミズムやら何やらいろんなものが出てきていて、アービトラムとかね、すごいこうバリューが、まあ、上がってると、まあ、使われていると、お金がそこに眠っているということですよね。それだけすごく注目を浴びている、まあ、そういった分野なわけです。で、ここに新しく、このベースっていうのが出てくると。で、これがまあコインベースが作ってるものですよと。で、今週から9日に、まあ、ブリッジが公開されて、エンドユーザーに向けて開放されるんで、そこから実際に使えるようになっていくということなんですけど、過去30日とか見ても、でまあ7日見ても、すごいプロジェクトがローンチしまくっているわけですよ、たくさん。で、まあ、今で言うと大体全部、まあ、なんかその、なんつうの？ミームコインみたいなやつが多いんですけど、どこだっけ？ミームコインみたいなやつが多いんですよね、こういうやつ。なんですけど、多分ね、今後すごい
ちゃんとしたプロジェクトも出てくるはずなんですよ。で、例えばボールドトークンとかね、スキャムトークンでラグプルがあったやつですけど、まあ、そんなやつ今ばっかりだと思うんだけども、まあ、今後はちゃんとしたトークンがローンチされるんですよね。なんで、それは結構楽しみなのかなと。で、ここにも書いてるけど、まあ、バイナンスのなんか最近中央集権の取引所がレイヤー1を作るっていう流れがあって、まあ、バイナンスでいうと BNB チェーン、コインベースがベースレイヤー2で、バイビットはマントルで、メタマスクは、リニアとかね、なんかそんな感じのなんかトレンドがね来てるんじゃないかなっていうふうにここでも言われてるけど、まあ、CFI のユーザーがこうなんだろうな、こう自然とこう DeFi の方に流れるように、こうセントラル中央集権取引所の方がこう自分のチェーンを使って、こう DEX とかね、まあ、そういったまあなんか独自のチェーンを使っていくみたいな、そんな流れが結構あるのかなっていう気がする。で、まあ、ベースっていうのはコインベースのものなんですけど、オプティミズムベースかな。で、ですと。で、エイサリアムレイヤー2です。ただ、なんか、あれなんですよね。なんかそのトークンはないみたいなんですよ。なんかベーストークンっていうのはなくて、だからそこで別になんかチャンスがあるわけではないと。投資チャンスはあるわけじゃないと。じゃあ、どこにチャンスがあるんだみたいな意味で言うと、これ多分そのエコシステムとしてはすごい、まあ、そもそもコインベースのユーザーめちゃくちゃいるじゃないですか。でアプリの中からこう誘導とかもできるから、すごいユーザーを確保する可能性があると思うんですよね。で、なんでこのベース上に出てくるメジャーな DEX とかそういうものっていうのはすごいユーザーを集める可能性もあるから、そこら辺の例えばトークンの投資だったりとか、もしかしたらエアドロップも、まあ、もしかしたらっていうか、多分絶対エアドロップ合戦になるはずなんで、そこでエアドロップをね、まあ、たくさんいろんなもの触っておいてもらうとかね、っていうチャンスっていうのはすごい今後出てくると思うんで、個人的にはこのベースはすごいチャンスなんじゃないかなと思うんですよね。で、手元に別にお金がなくてもさ、なんかベース上のプロトコルいろいろ触ってぐらいだったら、まあ、数千円とか数万円ぐらいでも触れるじゃないですか。なんで逆に言うと、そういう意味でエアドロップファーミングみたいなのはやってもいいんじゃないかなっていう気はする。ただボールドとかああいうちょっとやばいやつは触れないようにね。でこれがまあ9月あ9日かあと2日後にローンチするので、ブリッジがね、まあ、そこからオフィシャルに来るよと。だからいろんな、なんかダップもできてるみたいで、メジャーなダップとかもあるみたいで、ただまあそのブリッジがね解放されるまでは使えないよみたいなこともあるらしいから、これがね解放されたらいろんなチャンスが出てくるんじゃないかなと思うんで、次のナラティブとしてレイヤー2、まあ、そもそも全体としてレイヤー2伸びてるし、その中でまあコインベースっていうのはまあ上場企業が作ってるまあレイヤー1なんで、なんか信頼性も高いじゃないですか。なんでそういう意味でのなんかこう安心感とかってあると思うんですよね。なんでそこら辺がどういう、ね、こう成長を見せるかっていうのが気になるかな。はい、であともう一個面白いなと思ったこのねレイヤー2のナラティブがもしかしたら次もっと来るかなと思ったのはこれですね。なんか EIP4844 っていう、まあ、アップデートがイーサリアムに来るわけですけど、まあ、簡単に言うとなんかフィーがめっちゃ安くなるらしいんですよ。でなんか10倍から100倍ぐらい安くなるみたいなことも書いていて、で特にレイヤー2のロールアップソリューションっていうのが一番恩恵を受けるっていうことを書いてるんですよね。もちろんなんかベースレイヤーのイーサリアムもガスフィー安くなるしみたいなことなんで、っていう意味でもっともっとレイヤー2もまあ使いやすくなってくる世界観になると思うんで、そういう意味ではすごいいいんじゃないかな。なんかこの次のなんかナラティブとしてはイーサリアムのエコシステムがさらに盛り上がる、そんな感じになるんじゃないかなと個人的に思いました。まあもちろんね、ファイナンシャルアドバイスも何でもないんで、自分でこれをね、本当なのかな、どうなのかなと思った人は、自分で手を動かしてね、調べていってみるといいんじゃないかなと思います。今日はこんな感じで終わりかなと思うので、はい、また明日かな、ちょっと、今後ね、ちょっともっと頻繁になんかニュースとかね、サクッと喋っていけたらと思うんで、また次の動画でお会いしましょう。ちなみにいいなと思ったら、いいね、チャンネル登録、ベル通知、お願いします。ではでは、また。Bye.